ダイラタンシー、ダイラタンシーとは、ある種の混合物が示す、遅い旋断刺激には、液体のように振る舞い、より早い旋断刺激に対してはあたかも固体のような抵抗力を発揮する性質である。この現象が起こる物体を、ダイラタンと流体あるいは、ダイラタンシー流体といい、非ニュートン流体の一種である。イギリスの物理学者のオズボーン・レイノルズがこの現象を発見した。 レーノルズという別称がある。すべての物質は、固体、液体、気体に分けられる。しかし、砂、砂利、土、穀物、小麦粉、セメントなどの性質は、ある大きさの一個の固体の性質とは違っている。これらは、粉流体と呼ばれ、その性質が研究され、また利用されている。粉流体の性質を、初めて科学的に研究したのは、マイケル・ハラデーと言われる。 分流体の性質で個体と著しく違うものに体積の変化がある。これはオズボーオン・レーノルズにより初めて研究された。1885年に出版された論文で、レーノルズは中密に充填されしなやかな袋に入れられた分流体は袋が変形する際に必ず体積が増える。袋が変形できるものであっても伸縮性がない場合には、 加えた力によって袋が破れてしまうか粉流体の粒子が壊れてしまうまでどんな変形も不可能であると観察結果を報告している。この観察結果は今なお粉流体の物理の最も重要な原理の一つであり続け、レーノルズの膨張の原理として知られるようになった。それは以下での実験にも見られる現象である。濡れた砂浜を歩くと 足跡の周りが乾いて見える現象は膨張の原理で説明できる。すなわち、足が地面を押さえつけると、砂は局所的に体積を増やして変形し、そのため粒子間の感激が増えて、それが表面の水を吸い込むため、周りが乾いたかのような錯覚を与える。ここで特筆すべきことは、レーノルズの原理の前提、特に分流体が、 中密に充填されているという条件は絶対に欠かせないことである。体積が変化するのは粒子の配列が変わるためであり、固体、液体、気体の体積は全方向から圧縮すると、変は圧縮力が減ると増えるが、分流体は先断するだけで増える。このようにダイラタンシーはもともとは分流体の体積、溶石が変化することであるが、 分流体の隙間にある液体や気体が体積変化に伴って分流体から急に出たり吸い込まれたりすることによ予想しにくい現象が起きるためそちらが注目されるようになった例えば濡れた手ぬぐいを絞ると水が出てくるが濡れた砂に急に力を加えると砂から水が引いて乾いて見える少量の液体を含んだ粗大粒子系が急激な歪みを受けることにより降下する現象は ダイラタンシーと言われるという定義が出てくる。緩く堆積した砂層などは、逆に振動を受けて堆積が減少することがある。これを、負のダイラタンシーという。負のダイラタンシーにより、粒子間に含まれている液体が余分になり、これが潤滑剤の作用をして強度が著しく減る。軟弱地盤の砂層が、地震の時液状化して、地表が陥没したり、建物が傾いたりして、 大きな被害が生じることもある。雪崩や地震などの現象にも、負のダイラタンシーが関係している。ダイラタンシーの作用で液体を吸い込んで固化したものも、外力を除けば、再び流動性を回復する。沈殿反応で作った微細粉末を越そうとして、減圧にすると、液が表面から消えるが下へは出てこない。減圧をやめると、再び表面に無言み出てくる。 こうして、いつまでも弾けないことがある。じゃがいもでんぷん、片栗粉を少量の水でペーストにする。これは静かに流れる、高年性流体であるが、手で強く掴むと瞬時に、表面の水が吸い込まれて脆い個体となって割れる。破片は気上に落ちて、再び流れて広がる。例えば、同じ大きさの球形粒子の水を吸った状態を考える。 立体機化学的な計算によると、細密重点、六方象形重点では、空撃率は25.95%である。この空撃を埋めるにたる水があれば、K は静かに流れる、ことができる。ところが急激な強い外力が加えられると粒子が、荒々な重点位置に移動し、再素重点、すなわち当軸小径重点になると、空撃率は47.64%になる。 故に水は全部内部へ吸い込まれて、まだ足りず、水分のない状態で擦り合う粒子ができる。表面の水が中へ吸い込まれ、体積が幾分膨張し、流動性が失われて脆い個体となるのはこのためで、ある。粉流体というより、転落液という型が近い状態でも、ダイラタンシーの影響で、普通の液体とは違う現象が起きる。 そこで、粘土が、尖断速度増大によって上昇する現象を、ダイラタンシーというと、う定義がフレインドリッチにより、レオロジーの立場から定義を拡張して使われるようになった。ダイラタンシー、尖弾のおみつかとも、材料、ダイラタンシー液体という言葉がずり歪み速度が大きくなると粘度が上昇するものに対して使われることもある。という言い方もある。 ダイラタンと流体は一般に液体と固体の粉末粒子の混合物である。この流体に外力が加えられて圧縮されて粒子の隙間がなくなった状態でさらに大きな尖弾応力が働くと粒子が最も密度が高い重点状態とは異なる。体積が増す位置に無理やり動かされようとすることに対して強い抵抗を示す。外力、圧縮力と拮抗する内部抵抗力、 体積変化イコール膨張に伴う力イコールダイラタム C が生じると全体として先端応力に対してまるで固体のような抵抗を示す状態に移行する。しかし外力を加えるのを止めてしまえば粒子の隙間が広がって圧縮力と対抗する力が共に働かなくなり元の液体の状態に戻る。砂、穀物、小麦粉などの集合分流体という 分流体で粒子を玉とすると、まさか手配列では空撃率0.4764、六方細密配列では空撃率0.2594になる。戦断や振動により配列が変わると空撃率が例えば47%から26%に変わるというようなことが起こり得るのが分流体の特徴である。八個の玉からなる立方体を考えると 配列の仕方により玉の中心を結ぶ、立方体の体積と玉の体積、八芽の隅にある玉の体積を足すと1個分になる。その比率などは次のようになる。砂浜の例は次のようになる。半径 A の砂、または泥粒子が、気中、または水中で沈殿して、層をなしている場合を考える。水平には、間隔 H で並び、 上下には互いに接触している。計算を簡単にするため粒子は、ある面内に並んでいるとする。粒子4系で作る、単位体は、粘直に力を加えると、頂角シータが増え、高さ H が減り、幅、L と面積、A、体積ボルトが増える。すなわち大螺端 C が起きる。実際は立体的だから、 空撃率26%から47%へと変化する程度である。とは、およそ水1、片栗粉1の水溶き片栗粉である。2018年現在、ダイラタンシーを応用した新素材はまだ研究中である。米イ,イシステムズ社は、細かいセラミックの粒子を溶かした液体を、ケブラー素材に染み込ませることで、リキッドアーマーとバレる防弾直器を開発しようと、 しているが、まだ実現されていない。ヨーズベ等にある、リキッドアーマーとされる動画は、バイシステムズ社のコンセプト動画やあるいはニュース組等が、制作した CG であって、2018年現在、実際に、リキッドアーマーのような防弾素材が、実用化されているわけではないことには強く留意する、必要がある。科学的には、ケブラー繊維に染み込ませた、 ダイラタンと流体はすでに流体ではなく、そのような物体がダイラタンシーを持つかについては不明である。米媒死水とムズ社は可能であると主張している。素早く足を動かせば沼地の水面上を沈まずに歩くことができるダイラタンシーの効果を利用した移動テクニックは古い時代には神が起こす奇跡と受け取られていたようである。以下に伝承の例を二つ示す。 ダイラタンと流体は液体と粒子を混ぜると粒子が細密重点の詰まり方になり粒子と粒子の間に水があり潤滑剤の役目をして液体のように流れる細密重点は外からの力に弱く上の粒子が下の粒子と反発して動かなくなるダイラタン C は不揃いの粒子浜辺の砂やアルファーデン粒子の隙間に液体が入り込んだ物体に ん断応力、ずり応力、ストレスが与えられる時に膨張することで起こる。これは液体を満たした不揃いの粒子が、それをすり合わせる力となるん断応力によって回転した時に、互いに出っ張ったところが噛み込むことで突っかえて広がろうとする。ところが、隙間は液体が充填されているので、この空間を拡張しようとすると液体に威圧がかかる。 この陰圧による張力が粒子を引き寄せる力となり、膨らみながら粘度が増大する現象である。ダイラ単ーは、オストワールド式、べき乗法則、S イコール KD において、先段応力、ずり速度、または、先段歪み、D の指数、N が1よりも大きい場合を指す。ちなみに、N イコール1の場合を、ニュートン流動。 粘性流動といい小分子の液体の多くはこの性質を持つ。また、N1 の場合を疑念性流動といい、濃度1%以下の高分子の溶液やクリームは、この性を示す。なお、片栗粉、古くは片栗という植物の根の粉末だが、今日ではジャガイモから生されるやコーンスターチのデンプンは、グルコースの繊維であるアミロースとアミロペクチンからなる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。